これが従来品の100対95、はい、まあ柔らかめ、これが従来品の、これが柔らかめ、あ、こっちが柔らかめ、これが中間で、そうそうそう、こっちが固め、一番硬いの。で、これが、標準で作ってる、そうですね、100対75の、はい、配合比で、はい、やってる硬化見本ね。で、これが柔らかめの材料ですよと。でも、時間を置くと硬くなるんだよな、結局な。まあ、そうですね。うん、硬化して1日経った時よりはだいぶ、うん、全然だよな。そうですね、強度が変わってるんで、うん、じゃあそれで、3種類もう一度、悪いけどゆっくり壊してみてください。結構やっぱりちょっとそれ一番固めだろ。まあそうなんですけど、うん、まあ固めの方からやっていきましょう。うん、70ね、オッケー、はい、うん、やっぱ6670はやっぱ強度が全然強いな、これがな、タンメンがな、ね、こうやってもな、あ、全然強いわ。うん、強度がやっぱ違うんだな。で、これが5528の方ね。5528はもう全然違う。5528は強度があって、やっぱり屈曲するときに、はい、壊れる壊れ方が、はい、いきなりバキッツにないんだよね。バキじゃないですか。うん、やっぱこう、しんねり、ザクツして、壊れ出してくるんだよね。そうです。うん。OK。あ、これ、やっぱり、6670と5528は、まるで違うわ。違いますね。うん、この強さが。うん、OK。はい。うん。自分でもう一度、6670と5528やってくれる？うん。いや、もう、かなりさ。いや、しつこいほどやったよ。うん。やっぱ強度が違うわ。違いますね。うん。違いますよ。オッケー。5528なんて、5528はもうめちゃめちゃ強いよ。めちゃそうですね。やっぱ、うん、この全部にで、やっぱりさ、フェラーリの時に、この実験やったけど、フェラーリのあの強さと柔らかさの感じとはまた違うんだよね。そうですね。もっと強度がやっぱあるんだよね、強度自体がね。あ、強っ。強いです。あ、やっぱ5528いいわ。やっと割れても、まあパキッといかずにグニャッて割れたんで、そうだね、やっぱりどちらをどう使うかっていうのは、はい、製造上のこれノウハウになるかもしれない。そうですね、うん、どっちをどういうふうに使うっつうのは。ああ、僕は6670オンリーでいけるかなっていうふうに見てたんだけど、はい、ちょっと5528はやっぱえがたいな、そうですね、うん、いや、もうこっちの従来品なんてもうこれでもうパキっていっちゃいますもん。うん、うん、かなり簡単に。うんうんうん、でも従来品とはやっぱり違いますね、うん、なんていうの、はい、雲泥の差だね。まあ そうですね、そういう意味で言うと、もう手づかみでこうやってやっちゃうだけでパキパキいくんで、そうだよな。それに対して6670とかはもう結構、やっぱあれだろう、従来品とこう破壊テスト、比べてみると如実にやっぱ分かるだろう。そういう意味で言うと、かなり、そうですね、やっとあれだ、やっぱ従来品作っといてよかったな。5528と6670を作ってよかったのですね。違う、もらっいただいたものを固めてよかったってことですね。そうそうそう、従来品と、はいはいはい、開発品と比べないと分かんないからさ。まあ、そうですね。このエポキシアルミのさ、その2種類少しプライヤーで挟んで、曲げられるだけ曲げてみて、それ送っちゃうからさ。これ、一個ずつしか作ってないからさ、うん、これさ、物送っちゃうからさ、はい、うん、壊すんじゃなくてさ、どのくらいの強さか、ちょっと見てみて。とりあえず接着剤、じゃあ見てみますけど、うん、じゃあ、うん、さっき667からやったんで、6670。6670ね、うん。まず、じゃあ手で。うん。でも、結構。やっぱ5520とは違うな、感じが。そうですね。感触が。やっぱりあれだな、
あ、強い強い。でも、うん、いいよ、それでいいよ。食いついてます、うん、そうすれば、それ壊す、うん、壊すサンプルになるからさ。やっぱこれ、あ、午後に、午後に丸とはやっぱ全然違うな。うん、午後に丸は全然強いな。ね、うん、あの、午後に8は全然違うと思うよ、感触が。多分午後、そうですよね。うん、いきます。あ、強い。あ、うん、午後28はやっぱ午後20のその、うん、そうですね、うん、形質を全然違う。あ、全然違う、全然違う、うん、やっぱ午後28はやっぱ強度がまるで違うな、うん、そうですね、うん、やっぱまあ、うん、66、いや見てて分かるよ、そうですよね、うん、6815だって強いもん、やっぱりこれ、まあ、塗布したところをすり込んで伸ばしてるんで、うん、で多分伸ばした薄いところが、うん、この6670剥離した感じなんです、ね、そうだね、うん、これ午後28、じゃあそれで壊さないうちに、そうですね、それ一緒に送ってやろう、サンプルで、うん、まあ、午後28、そうすれば壊した時に分かるから、そうですね、うん、多分分かると思います、うん、OK、うん、でまたそれはさ、うん、サンプル、はい、アルミの、うん、板持ってくるからさ、作ればいいや、はい、うん、 OK、 じゃあもう一度しつこくさ、100対68、従来品のサンプルもう一度持ってくれる、曲げて、強さの感触見てくれる、こちらの3種類が従来品のやつです、ね、うん、従来品ね、従来品の3種で配合比はそれぞれ書いてあります、うん、あ、配合比は、はい、一番最初は100対68、一応100対75で混ぜてくださいってことなんですけど、うん、まあ、3つやったんだよね、そうですね、3種類作って、うん、まあ、比重変えたもの、はい、じゃあ68、はい、次が75、次が95ね、はい、の順番でいいです、はい、じゃあその順番で少しずつ、外して曲げてみてください、はい、じゃあ68、うん、その一番下で、なるべく直に当てて、その、はい、このところに、うん、このところに直に当ててさ、ここ、はい、なるべく、そのペンチ2つあるからさ、どんな感じだか、うん、とりあえず素手でやってみたら、はい、素手でやって、うん、これ素手で、素手で、爪で立つの、お、1週間経ってるじゃん、そうですね、うん、結構硬くなってるな、硬くなってますね、うん、かなり、あ、でも押し当てるとこんな感じで、うん、ペンチでちょっと外してみてさ、どんな感じになるか、素手でやるとこんな感じですね、うん、はい、ちょっと待って、もうちょっと三脚下に下げる、じゃあ次に、ちょっと待って、もうちょっと下げる、はい、ちょっと待って、そのなるべく下に押し当てて、うん、押し当てて、うん、そんな感じでいいよ、いきますよ、うん、ちょっと待っていいよ、うん、おお、割れた、割れましたね、うん、68、うん、それが100対68ね、100対68です、うん、で100対70いくつは75、うん、じゃあもう新、ゆっくりでいいよ、ゆっくり、いや、ゆっくりやったんですけど、うん、じゃあ2つのあれで、うん、じゃあ175、うん、まあこんな感じで、うん、曲がりますね、うん、でちょっと今押し当ててますけど、うん、おお、ああ割れた、はい、うん、 OK、 100対75、うん、75で100対95、はい、うん、で OK、うん、あ、やっぱ硬化剤がこれ多い分柔らかめになる、すごい柔らかいですこれ、うん、でグニャって言いますよ、うん、グニャ、うん、 OK、 押し当てても、うん、割れは、うん、割れはしないけど、うん、やっぱり負荷がかかるとこういう感じでいいんだよ。そこまでやんないでさ、要はこういう感じでさ、こう折り曲げればいいんだよ。こういうふうに、ん、こういうふうに、うん、それはできるんですけど、うん、こういうふうに、それ柔らかいからいいですけど、うん、これやってみると分かる通り、うん、これすごい硬さ、これも、あ、でもこれもいけるな、はい、ゆっくりなんだよ、うん、そうそうそう、いや、うん、やっぱりゆっくりやっても結局力の入れ方がさ、ゆっくり入れるんだよ、ゆっくり、うん、やってるつもりですけど、うん、それでもなければやっぱり、うん、ああパキッといく、パキッといきますね、うん、それでもなかったらペンチとペンチで、うん、じゃあそれ蓋に戻しといて、うん、はい、
やっぱり100対68が一番硬いね、うん、そうですね100対68が、うん、で100対95だって柔らかいね、柔らかいです、ね、それ、うん、HDT であれだね、荷重かけるとそれで自重で変形しちゃう感じだね、うんうん、そうですね、 OK、うん、はいじゃあ、うん、それで、はい、6670の方から、あ、ATB6670 と、うん、100対25のやつね、はい、でそれで、増粘剤入れてないパターンのやつね、増粘剤入れてないパターンです、うん、いいよ、はい、じゃあ6670からいきます、うん、じゃあさっき言った通り、ま、しんなりゆっくりだよ、ゆっくり、うん、あでもただ、うん、やっぱこれ硬いんで、硬いよもう、うん、かなり力入れても曲がってないですね、うん、これ、うん、ちょっと貸して、うん、触ってみてください、多分感触が全然違いますから、感触が違うっていうのはどういう意味、さ、うん、その従来品と比べて、うん、やっぱり全然硬さが違う、硬さは硬いよ、硬いけど、これしんなり曲がるんだよやっぱり、こうやって、いやただ同じ負荷をかけた時の曲がり具合が違いますよ、うん、パキッとさ、折れないんだよこれで、折れないですね、これでほらな、折れないだろう、折れないで曲がるんだよ、こういうさ、抵抗力があるんだよ、ほらこれ、そうですね、うん、曲がってクラックが入って OK と、うん、同じ負荷のかけ方しますけど、うん、うん、ああ同じ負荷かけても、うん、やっぱりグニャーってだんだん強度が全然違うよ、そうですね、うん、強度違いますね、じゃあそれ、5528ちょっと今パキッと割れたからさ、はい、クラックが入ったから、うん、5528の方やって、はい、こっちのが強度があって、うん、5520に近いからね、かなり、うん、うん、やっぱ曲がるね、曲がりますね、うん、あと白濁するかどうか、うん、含めて、ああ強っ、曲がった時に、抵抗力があって、はい、抵抗力があってで割れないで、で柔らかくないからグニャッとは曲がんないんだよな、こうしんねり曲がるって感じ、そうですね、うん、しんねり曲がる、ほらこのとこがしんねり曲がってる、 OK、 じゃあもう一度やって、自分で感触、そうそうそう、うん、やっぱ硬いからまず曲がんないっすよね、うん、簡単には、うん、簡単には曲がんない、折れない、そうですね、これだけ反っても、うん、折れない、うん、力入れても折れはしないです、ね、うん、じゃあ変形して、100対60の従来品の、今もう一度やって、パキッと折れたやつ、うん、従来品の少し、うん、100対68なんてさっきと同じ、硬いでしょ、硬いというかさっきと同じような力の言い方したら、うん、あ割れた、もうすぐに割れちゃうんですよ、あ本当だ、あ割れる、あれだね、あの速さが全然違うね、速さも、うん、もう5528と同じような力の入れ方したら、うん、もう簡単にバッキバキいっちゃうんですよ、わ、うん、本当だ、こんな簡単にいっちゃう、うん、うん、まあちょっとそれとあれだね、多少、割れるなんていうの、はい、音音がやっぱ硬い音がするね、そうですね、対してこれ5528なんてもう見れば分かるんですけど、あそれ5528、あ下に置いて、下にこのところで焦点が出てる、5528もう見て分かる通り、うん、変形して反りが出、反り返ってるんですよ、そうだね、もう一度5528やって、うん、だから5528はこれが、まあ、硬強度があって、しんねり感があるんだよな、しんねり感でクラックが入んねんだよ、入りづらいんだよな、入りづらいです、ね、あづらいづらいです。あ、づらい。うん、入りづらい。もうこんな。うん。6670やって、もう一度同じように。うん。6670も同じように。うん、あ、やっぱ硬い。まあ、いいね。6670は硬いんで、うん。パキッと折れたからさ。多分、これは同じぐらいいったら、うん。でも折れるまでの、あれが、力が違うね。ああ、そうですね。やっぱ強いね。強いですね。うん。ええ。で68の固めのやつともう一度悪いけどしつこくやって、これなんかもこれ
なんかこれやったら割れるあれだよな、あの応力が全然違うよな。違いますね、割れやすさかな。OK、はい、じゃあアルミのさその2種類少しあのプライヤーで挟んで曲げられるだけ曲げてみて、それ送っちゃうからさ、これ一個ずつしか作ってないからさ、うん、これさ物送っちゃうからさ、はい、うん、壊すんじゃなくてさどのくらいの強さかちょっと見てみて、うん、とりあえず接着剤じゃあ見てみますけど、うん、じゃあ、うん、さっき667からやったんで6670、6670ね、うん、まずじゃあ手で、うん、でも結構やっぱ520とは違うな感じが、そうですね、うん、感触がやっぱりあれだな。でも、うん、強い、いいよ、それでいいよ。食いついてますね。うん。そうすれば、それ壊す、壊すサンプルになるからさ。はい、やっぱこれ、520とはやっぱ全然違うな。520は全然強いな。ね、うん、5528は全然違うと思うよ、感触が。多分5、そうですよね。うん、いきます。あ、強い。うん、5528はやっぱ5520のその、うん、そうですね、うん、形質を、全然違う、うん、やっぱ5528はやっぱ強度がまるで違うな、うん、そうですね、うん、やっぱまあ66、うん、見てて分かるよ、そうですよね、うん、6815だって強いもん、やっぱりこれまあ、塗布したところを擦り込んで伸ばしてるんで、うん、で多分伸ばした薄いところが、うん、この6670剥離した感じなんですね。そうだね、うん、これ5528じゃあそれ壊さないうちに、そうですね、それ一緒に送ってやろうサンプルで、うん、まあ、5528そうすれば壊した時に分かるからさ、そうですね、うん、多分分かると思います。 OK、うん、でまたそれはさ、うん、サンプル、はい、アルミの、うん、板持ってくるからさ作ればいいや、はい、うん、 OK、 じゃあもう一度しつこくさ100対68従来品のサンプルもう一度持ってくれる？とりあえずもう一度やるからさ、どうぞ。これが100対68ね、100対68、うん、はい、でこれ従来品の100対75、でこれが従来品の100対95、はい、まあ柔らかめ、これが従来品の これが柔らかめ、こっちが柔らかめ、これが中間で、こっちが固め、一番硬いの、でこれが標準で作ってる100対75の配合比でやってる硬化見本ね、でこれが柔らかめの材料ですよと。でも時間を置くと硬くなるんだよな結局な、まあ、そうですね、うん、硬化して1日経った時よりはだいぶ、うん、全然だよな、そうですね、強度が変わってるんで、うん、じゃあそれで、3種類もう一度、悪いけどゆっくり壊してみてください。いや結構やっぱりちょっとそれ一番固めだろ、まあ、そうなんですけど、うん、まあ、固めの方からやっていきましょう、うん、まあちょっと個人的にかなりゆっくりやってるつもりなんですけど、うん、ただゆっくりこうもうちょっとゆっくりでいいよ。それか、ちょっと待って、それ、あ、ちょっと待って、置いて。それか、要は、ここの、断面を、最初、ここの断面を、つまんで、挟んで、硬さを見るんだよ。これが、これが、これが。硬いと、パリッと割れるんだよ、ええ。うん。で、この断面を挟んで、こういう風に見るんだよ。うん、こういうふうに、お、割れちゃう。はい、ね。で、これが、従来品の100対75、標準の、配合比のやつね、はい。で、こう挟んで、はい、こうやって、これだけで、うん、割れるんだよ。割れますね。うん。そうすると、やっぱり、こう壊れるんだよね。バラッとね。うん。それと、これが、一番柔らかいやつね。で、それ柔らかいですね。うん。だから、そうすると、強度が、この、硬化物が、やっぱ全然柔らかい。ほら、ぐにゃっとしてるもん。そうですね。うん。100対95はもう目に見えて、うん、てかもう素手で。うん、これでね。うん、OK。これで、じゃあ3つは取っておくと。はい、
ね、はい、OK と、はい、で、従来品のちょっともう一度あのそこのあのあれでいいからさやってみて、はい、分かるやり方はここにあるんだよ。あ、これが壊れてるもんね、はい、これがあれ従来品じゃなくてあの ATB6670 と5528をやってみてってこと、ね、そう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 、はい、これが6670ね、6670ね、OK、はい、うん、やっぱ6670はやっぱ強度が全然強いな、これがな、タンメンがな、ね、こうやってもな、あ、全然強いわ、うん、強度がやっぱ違うんだな。で、これが5528の方ね、5528はもう全然違う、5528は強度があって、やっぱり屈曲するときに、はい、壊れる壊れ方が、あのいきなりバキッツンじゃないんだよね、バキじゃないですね、うん、やっぱこうしんねり、ザクツして、あの壊れ出してくるんだよね、そうです、うん、OK、 あ、これやっぱり6670と5528はまるで違うわ、違いますね、うん、この強さが、うん、OK、はい、うん、自分でもう一度あの6670と5528やってくれる、うん、もうかなりさ、いや、しつこいほどやったよ、うん、やっぱ強度が違うわ、違いますね、うん、違いますよ、 OK、 5528なんて、うん、5528はもうめちゃめちゃ強いよ、めちゃめちゃめちゃ、そうですね、やっぱ、うん、この全部にで、やっぱりさ、フェラーリの時にこの実験やったけど、フェラーリのあの強さと柔らかさの感じとはまた違うんだよね、そうですね、もっと強度がやっぱあるんだよね、強度自体がね、あ、強い、強いです、あ、やっぱ5528いいわ、やっと割れても、まあ、パキッといかずにグニャッて割れたんで、そうだね、強度、やっぱりどちらをどう使うかっていうのは、はい、製造上のこれノウハウになるかもしれない、そうですね、うん、どっちをどういうふうに使うっつうのは、あ、僕は6670オンリーでいけるかなっていうふうに見てたんだけど、はい、ちょっと5528はやっぱえがたいな、そうですね、うん、いや、もうこっちの従来品なんてもうこれでこれでもうパキっていっちゃいますもん、うん、うん、かなり簡単に、うん、うん、うん、でも従来品とはやっぱり違いますね、うん、なんていうの、はい、雲泥の差だね、まあそうですね、そういう意味で言うと、うん、もう手づかみでこうやってやっちゃうだけでパキパキいくんで、うん、そうだよな、まあ、それに対してあの6670とかはもう結構、うん、やっぱあれだろう、従来品とこう破壊テスト、比べてみると如実にやっぱ分かるだろう、そういう意味で言うと、かなり、うん、そうですね、やっとあれだ、やっぱ従来品作っといてよかったな、5528と6670を作ってよかったのですね、違う違う違う、もらいただいたものを固めてよかったってことですね、そうそうそう、従来品と、はいはいはい、開発品と比べないと分かんないからさ、まあ、そうですね、このエポキシ、接着のさ叩きテストやんないと分かんないじゃん、うん、エポキシだけやってたんじゃん、まあ、そうですね、そう、それと同じだよね、 OK、はい、オッケーオッケー、うん、オッケー、はい、はい、じゃあこれで完了ね、はい、お疲れ様です、はい、これが従来品の100:95、はい、まあ柔らかめ、これが従来品の、これが柔らかめ、あ、こっちが柔らかめ、これが中間で、こっちが硬め、一番硬いの。で、これが標準で作ってる100:75の配合比で、やってる硬化見本ね。で、これが柔らかめの材料ですよと。でも、時間を置くと硬くなるんだよな、結局な。まあ、そうですね。うん、硬化して1日経った時よりは、だいぶ、うん。全然だよな。そうですね。強度が変わってるんで。うん、じゃあ、それで、3種類、もう一度、悪いけど、ゆっくり壊してみてください。結構、やっぱりちょっと。それ一番固めだろ。まあ、そうなんですけど、うん、まあ、固めの方からやっていきましょう。うん。70ね。OK、はい、うん。やっぱ6670は、やっぱ強度が、全然強いな、これがな、タンメンがな、ね、こうやってもな、あ、全然強いわ、強いです、うん。強度がやっぱ違うんだな。
でこれが5528の方ね。5528はもう全然違う。5528は強度があって、やっぱり屈曲するときに、はい、壊れる壊れ方が、はい、いきなりバキッツにないんだよね。バキじゃないですか、ね。うん、やっぱこうしんねり、ザクツして、壊れ出してくるんだよね。そうです。うん。オッケー。あ、これやっぱり6670と5528はまるで違うわ。違いますね。うん、この強さが。うん、オッケー。はい。うん。自分でもう一度6670と5528やってくれる？ええ、うん。いやもうかなりさ。いやしつこいほどやったよ。うん。やっぱ強度が違うわ。違いますね。ええ、うん。ええ、違いますよ。オッケー。5528なんて、5528はもうめちゃめちゃ強いよ。めちゃそうですね。やっぱ、うん、この全部にでやっぱりさ、フェラーリの時にこの実験やったけど、フェラーリのあの強さと柔らかさの感じとはまた違うんだよね。そうですね。もっと強度がやっぱあるんだよね。強度自体がね。あ、強い。強いです。あ、やっぱ5528いいわ。やっと割れても、まあ、パキッといかずにグニャッて割れたんで、うん、そうだね。やっぱりどちらをどう使うかっていうのは、はい、製造上のこれノウハウになるかもしれない。そうですね、うん、どっちをどういうふうに使うっつうのは。あ、僕は6670オンリーでいけるかなっていうふうに見てたんだけど、はい、ちょっと5528はやっぱ得難いな。そうですね、うん、いやもうこっちの従来品なんてもうこれでもうパキっていっちゃいますもん。うん、うん、かなり簡単に。うんうんうん、でも従来品とはやっぱり違いますね。なんていうの、はい、雲泥の差だね。まあそうですね。そういう意味で言うと、うん、もう手づかみでこうやってやっちゃうだけでパキパキいくんで、うん、そうだよな。それに対して6670とかはもう結構、うん、やっぱあれだろう、従来品とこう破壊テスト、比べてみると如実にやっぱ分かるだろう。そういう意味で言うと、かなり、うん、そうですね。やっとあれだ、やっぱ従来品作っといてよかったな。5528と6670を作ってよかったのですね。違う、もらいただいたものを固めてよかったってことですね。そうそうそう、従来品と、はいはいはい、開発品と比べないと分かんないからさ。そうですね。このエポキシアルミのさ、その2種類少しプライヤーで挟んで曲げられるだけ曲げてみて、それ送っちゃうからさ。これ一個ずつしか作ってないからさ、うん、これさ物送っちゃうからさ、はい、うん、壊すんじゃなくてさ、どのくらいの強さかちょっと見てみて、うん、とりあえず接着剤じゃあ見てみますけど、うん、じゃあ、うん、さっき6670からやったんで6670、うん、6670ね、うん、まずじゃあ手で、うん、でも結構やっぱ5520とは違うな、感じが。そうですね。うん、感触が。やっぱり、あれだな。強い強い。でも、うん、強い。いいよ、それでいいよ。食いついてますね。うん。そうすれば、それ壊す、うん、壊すサンプルになるからさ。やっぱこれ、5520とはやっぱ全然違うな。5520は全然強いな。ね、うん、5528は全然違うと思うよ、感触が。多分そうですよね。うん、いきます。あ、強い。5528はやっぱ5520のその、うん、そうですね、うん、形質を。全然違う。うん、やっぱ5528はやっぱ強度がまるで違うな。うん、そうですね、うん、やっぱまあ6670、いや見てて分かるよ。そうですよね、うん、6815だって強いもん、やっぱり。これまあ、塗布したところを擦り込んで伸ばしてるんで、うん、で多分伸ばした薄いところが、うん、この6670剥離した感じなんです、ね、そうだね、うん、これ5520じゃあそれで壊さないうちに、そうですね、それ一緒に送ってやろう、サンプルで、うん、まあ、5520そうすれば壊した時に分かるから、そうですね、うん、多分分かると思います。うん、 OK、 うん、でまたそれはさ、うん、サンプル、はい、アルミの、うん、板持ってくるからさ、作ればいいや、はい、うん、OK。 じゃあもう一度しつこくさ、
100対68従来品のサンプルもう一度持ってくれる？曲げて、強さの感触見てくれる？こちらの3種類が従来品のやつです、ね。うん、従来品ね。従来品の3種で配合比はそれぞれ書いてあります、うん、あ、配合比は、はい、一番最初は100対68、一応100対75で混ぜてくださいってことなんですけど、うん、まあ、あの3つやったんだよね。そうですね、3種類作って、うん、まあ、比重変えたもの、はい、じゃあ68、はい、次が75、はい、次が95ね、の順番でいい、はい、じゃあその順番で少しずつ、外して曲げてみてください、はい、じゃあ68、うん、その一番下で、あ、なるべく直に当てて、じゃあ、はい、その、はい、このところに、うん、はい、直に当ててさ、ここ、はい、なるべくそのペンチ2つあるからさ、どんな感じだか、うん、とりあえず素手でやってみたら、はい、素手でやって、うん、これ素手で、爪で立つの？お、1週間経ってるじゃん。そうですね、うん、結構硬くなってるだな。硬くなってますね、うん、かなり。あ、でも押し当てるとこんな感じで、うん、ペンチでちょっと外してみてさ、どんな感じになるか。素手でやるとこんな感じですね、うん、はい、ちょっと待って、もうちょっと三脚下に下げる。じゃあ次に、ちょっと待って、もうちょっと下げる、はい、ちょっと待って、そのなるべく下に押し当てて、うん、押し当てて、うん、そんな感じでいいよ、いきますよ、うん、ちょっと待っていいよ、うん、おお、割れた、割れましたね、うん、68、うん、それが100対68ね、100対68です、うん、で100対70いくつは75、うん、じゃあもう新、あの、ゆっくりでいいよ、ゆっくり、いや、ゆっくりやったんですけど、うん、じゃあ2つのあれで、ええ、うん、じゃあ175、うん、まあこんな感じで、うん、曲がりますね、うん、でちょっと今押し当ててますけど、うん、おお、ああ割れた、はい、うん、OK、 100対75、うん、75で100対95、はい、うん、で OK、 うん、やっぱ硬化剤がこれ多い分柔らかめになる、すごい柔らかいですこれ、うん、でグニャって言いますよ、うん、グニャ、うん、オッケー、押し当てても、うん、割れは、うん、割れはしないけど、うん、やっぱり負荷がかかると、うん、こういう感じでいいんだよ、そこまでやんないでさ、要はこういう感じでさ、こう折り曲げればいいんだよ、こういうふうに、うん、あの、こういうふうに、うん、それはできるんですけど、うん、あの、こういうふうに、それ柔らかいからいいですけど、うん、これやってみると分かる通り、うん、これすごい硬さ、これも、あ、でもこれもいけるの、はい、ゆっくりなんだよ、うん、ああ、そうそうそう、やっぱりゆっくりやっても結局力の入れ方がさ、あの、ゆっくり入れるんだよ、ゆっくり、うん、やってるつもりですけど、うん、それでもなければ、やっぱり、うん、ああ、パキッといく、パキッていきますね、うん、それでもなかったらペンチとペンチで、あの、うん、じゃあそれ蓋に戻しといて、うん、はい、やっぱり100対68が一番硬いね、うん、そうですね、100対68が、うん、で100対95だって柔らかいね、柔らかいです、ね、それ HDT であれだね、あの、荷重かけるとそれで自重で変形しちゃう感じだね、うん、そうですね、うん、OK、うん、はい、じゃあ、うん、それで、はい、66670の方から、あ、ATB6670 と、うん、100対25のやつね、はい、でそれで、増粘剤入れてないパターンのやつね、これ増粘剤入れてないパターンです、うん、いいよ、はい、じゃあ6670からいきます、うん、じゃあさっき言った通り、しんなりゆっくりだよ、ゆっくり、うん、あ、でもただ、うん、やっぱこれ硬いんで、硬いよ、もう、うん、かなり力入れても、うん、曲がってないですね、これ、うん、ちょっと貸して、触ってみてください、多分感触が全然違いますから、感触が違うっていうのはどういう意味、さ、うん、その従来品と比べて、うん、やっぱり全然硬さが違う、硬さは硬いよ、硬いけど、これしんねり曲がるんだよやっぱり、こうやって、いや、ただ、あの、同じ負荷をかけた時の曲がり具合が違いますよ、うん、パキッとさ、折れないんだよ、これで、折れないですね、これで、ほら、な、折れないだろう、折れないで曲がるんだよ、
こういうさ、ええ、あの抵抗力があるんだよ。ほらこれ。そうですね、うん、曲がってクラックが入って OK と、うん、同じ負荷のかけ方しますけど、うんうん、ああ同じ負荷かけても、うん、やっぱりグニャーってだんだん強度が全然違うよ。そうですね、うん、強度違います、ね、じゃあそれ、5528ちょっと今パキッと割れたからさ、はい、クラックが入ったから、うん、5528の方やって、はい、こっちのが強度があって、うん、5520に近いからね、かなり、うん、うん、やっぱ曲がるね。曲がりますね、うん、あと白濁するかどうか、うん、含めて、ああ強っ。こう曲がった時に抵抗力があって、はい、抵抗力があってで割れないでで柔らかくないからグニャッとは曲がらないんだよな。こうしんねり曲がるって感じ。そうですね、うん、しんねり曲がる。ほらこのとこがしんねり曲がってる。 OK。 じゃあもう一度やって、自分で感触。そうそうそう、うん、やっぱ硬いからまず曲がんないっすよね、うん、簡単には、うん、簡単には曲がんない、折れない。そうですね、これだけ反っても、うん、折れない、うん、力入れても折れはしないです、ね、うん、じゃあ変形して、あ100対60の従来品の、今もう一度やって、パキッと折れたやつ、うん、従来品の少し、うん、100対68なんてさっきと同じ。硬いでしょ、硬いというかさっきと同じような力の言い方したら、うん、あ割れた。もうすぐに割れちゃうんですよ。あ本当だ、あ割れる。あれだね、あの速さが全然違うね。速さもあの、うん、もう5528と同じような力の入れ方したら、うん、もう簡単にバッキバキいっちゃうんですよ。わあ本当だ、こんな簡単にいっちゃう。うん、うん、まあちょっとかそれとあれだね、多少、割れるなんていうの、はい、音がやっぱ硬い音がするね。そうですね、対してこれ5528なんてもう見れば分かるんですけど、あそれ5528、あ下に置いて、下にこのところで焦点が出てる。5528もう見て分かる通り、うん、変形して反りが反り返ってるんですよ。そうだね、もう一度5528やって、うん、だから5528はこれが、まあ、強度があって、しんねり感があるんだよな。しんねり感でクラックが入んねえんだよ、入りづらいんだよな。入りづらいですね。あづらいづらいです。あづらい、うん、入りづらい。もうこんな、うん、6670やって、もう一度同じように、うん、6670も同じように、うん、あやっぱ硬い、まあ、あいいね、6670は硬いんで、うん、パキッと折れたからさ、多分これは同じぐらいいったら、うん、でも折れるまでのあれが力が違うね。ああそうですね、強い、やっぱ強いね。強いですね、うん、で68の硬めのやつと、もう一度悪いけどしつこくやって、あのこれなんかもこんなんこれやったら、ああ割れる、割れるあれだよな、あの応力が全然違うよな。違いますね、割れやすさかな、うん、OK、はい、じゃあアルミのさ、その2種類少しあのプライヤーで挟んで、曲げられるだけ曲げてみて、それ送っちゃうからさ、これ1個ずつしか作ってないからさ、うん、これさ、物送っちゃうからさ、はい、うん、壊すんじゃなくてさ、どのくらいの強さかちょっと見てみて、うん、とりあえず接着剤じゃあ見てみますけど、うん、じゃあ、うん、さっき667からやったんで6670、うん、6670ね、うん、まずじゃあ手で、うん、ああでも、あでも結構、あやっぱ5520とは違うな、感じが、そうですね、うん、感触がやっぱりあれだな。あ、強い強い、でも、強い、いいよ、それでいいよ。食いついてますね。うん。それすれば、それ壊す、うん、壊すサンプルになるからさ。はい、やっぱこれ、あ、5520とはやっぱ全然違うな。違います。5520は全然強いな。ね、うん、5528は全然違うと思うよ、感触が。多分5、そうですよね。うん、いきます。あ、強い。あ、うん、5528はやっぱ5520のその、うん、そうですね、うん、形質、全然違う、あ全然違う全然違う、
うん、やっぱ5528はやっぱ強度がまるで違うな、うん、そうですね、うん、やっぱまあ666、いや見てて分かるよ、そうですよね、うん、6815だって強いもん、やっぱりこれまあ、塗布したところをすり込んで伸ばしてるんで、うん、で多分伸ばした薄いところが、うん、この6670剥離した感じなんです、ね、そうだね、うん、これ5528、じゃあそれ壊さないうちに、そうですね、それ一緒に送ってやろう、サンプルで、うん、まあ、5528そうすれば壊した時に分かるから、そうですね、うん、多分分かると思います、うん、OK、 うん、でまたそれはさ、うん、サンプル、はい、アルミの、うん、板持ってくるからさ、作ればいいや、はい、うん、OK、 じゃあもう一度しつこくさ、100対68、従来品のサンプルもう一度持ってくれる、とりあえずもう一度やるからさ、どうぞ、あ、これが100対68ね、100対68、うん、はい、でこれ従来品の100対75、でこれが従来品の100対95、はい、まあ柔らかめ、これが従来品の、これが柔らかめ、あ、こっちが柔らかめ、これが中間で、そうそうそう、こっちが硬め、一番硬いの、硬いでこれが標準で作ってる、そうですね、100対75の配合比で、はい、やってる硬化見本ね、でこれが柔らかめの材料ですよと、でも時間を置くと硬くなるんだよな結局な、まあ、そうですね、うん、硬化して1日経った時よりはだいぶ、うん、全然だよな、そうですね、強度が変わってるんで、うん、じゃあそれで、3種類もう一度、悪いけどゆっくり壊してみてください、結構やっぱりちょっとそれ一番固めだろ、まあ、そうなんですけど、うん、まあ、固めの方からやっていきましょう、うん、まあちょっと個人的にかなりゆっくりやってるつもりなんですけど、うん、ただゆっくりこうもうちょっとゆっくりでいいよ。それか、ちょっと待って。それ、あ、ちょっと待って、置いて。それか、要は、ここの、断面を、最初、ここの断面を、つまんで、挟んで、硬さを見るんだよ。これが、これが、これが。硬いと、パリッと割れるんだよ。うん。で、この断面を挟んで、こういう風に見るんだよ。こういう風に、お、割れちゃう。はい、ね、でこれが従来品の100対75、標準の配合比のやつね、はい、でこう挟んで、はい、こうやってこれだけで、うん、割れるんだよ、割れますね、うん、そうするとやっぱりこう壊れるんだよね、バラッと ね、うん、それとこれが一番柔らかいやつね、それ柔らかいですね、うん、そだからそうすると強度が、あ、この硬化物が、や、あ、やっぱ全然柔らかい、ほらぐにゃっとしてるもん、そうですね、うん、100対95はもう目に見えて、うん、ってかもう素手で、うん、これでね、うん、OK、これでじゃあ3つは取っておくと、はい、ね、はい、OK と、はい、で従来品のちょっともう一度そこのあれでいいからさやってみて、はい、分かるやり方はここにあるんだよ、あ、これが壊れてるもんね、はい、これがあれ従来品じゃなくて ATB6670 と5528をやってみてって、ね、そう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 、これが6670ね、6670ね、OK、はい、うん、やっぱ6670はやっぱ強度が全然強いな、これがな、タンメンがな、ね、こうやってもな、はい、あ、全然強いわ、うん、強度がやっぱ違うんだな、で、これが5528の方ね、5528はもう全然違う、5528は強度があって、やっぱり屈曲するときに、はい、壊れる壊れ方が、はい、いきなりバキッツにないんだよね、バキじゃないですか、うん、やっぱこう、しんねり、ザクツして、壊れ出してくるんだよね、そうです、うん、オッケー、あ、これやっぱり6670と5528はまるで違うわ、違いますね、うん、この強さが、うん、オッケー、はい、うん、自分でもう一度6670と5528やってくれる、うん、いやもうかなりさ、いや、しつこいほどやったよ、うん、
やっぱ強度が違うわ。違いますね。うん、違いますよ。オッケー。5528なんて、5528はもうめちゃめちゃ強いよ。めちゃそうですね。やっぱ、うん、この全部にでやっぱりさ、フェラーリの時にこの実験やったけど、フェラーリのあの強さと柔らかさの感じとはまた違うんだよね。そうですね、もっと強度がやっぱあるんだよね、強度自体がね。あ、強い。強いです。あ、やっぱ5528いいわ。やっと割れても、まあパキッといかずにグニャッと割れたんで、うん、そうだね、やっぱりどちらをどう使うかっていうのは、はい、製造上のこれノウハウになるかもしれない。そうですね、うん、どっちをどういうふうに使うっつうのは。ああ、僕は6670オンリーでいけるかなっていうふうに見てたんだけど、はい、ちょっと5528はやっぱ得がたいな。そうですね、うん、いやもうこっちの従来品なんてもうこれでもうパキっていっちゃいますもん。うん、うん、かなり簡単に。うんうん、うん、でも従来品とはやっぱり違いますね。なんていうの、はい、雲泥の差だね。まあそうですね、そういう意味で言うと、うん、もう手づかみでこうやってやっちゃうだけでパキパキいくんで、うん、そうだよな。それに対して6670とかはもう、うん、やっぱあれだろう、従来品とこう破壊テスト、比べてみると如実にやっぱ分かるだろう。そういう意味で言うと、かなり、うん、そうですね、やっとあれだ、やっぱ従来品作っといてよかったな。5528と6670を作ってよかったのですね。違う、もらっいただいたものを固めてよかったってことですね。そうそうそう、従来品と、はいはいはい、開発品と比べないと分かんないからさ。そうですね、このエポキシ接着のさ叩きテストやんないと分かんないじゃん、うん、エポキシだけやってたんじゃん。まあ、そうですね、そう、それと同じだよね。 OK、はい、OKOK、うん、うん、OK、はい、はい、じゃあこれで完了ね。はい、お疲れ様です。はい、これが従来品の100対95、はい、まあ柔らかめ、これが従来品の、これが柔らかめ、こっちが柔らかめ、これが中間で、そうそう、こっちが硬め、一番硬いの、硬いで、これが標準で作ってる、そうですね、100対75の配合比で、はい、やってる効果見本ね。で、これが柔らかめの材料ですよと。でも、時間を入れると硬くなるんだよな、結局な。まあ、そうですね、うん。硬化して1日経った時よりは、だいぶ、うん。全然だよな。そうですね。強度が変わってるんで。うん。うん、じゃあ、それで、3種類、もう一度、悪いけど、ゆっくり壊してみてください。結構、やっぱりちょっと。それ一番硬めだろ。まあ、そうなんですけど、うん、まあ、固めの方からやっていきましょう。70、うん、ね、はい、うん、やっぱ6670はやっぱ強度が全然強いな、これがな、タンメンがな、ね、こうやってもな、あ、全然強いわ、うん、強度がやっぱ違うんだな。で、これが5528の方ね。5528はもう全然違う。5528は強度があって、やっぱり屈曲するときに、はい、壊れる壊れ方が、はい、いきなりバキッツにないんだよね。バキじゃないですね。うん、やっぱこうしんねり、ザクツして、壊れ出してくるんだよね。そうですね、うん、OK、 あ、これやっぱり6670と5528はまるで違うわ。違いますね、うん、この強さが、OK、はい、うん、自分でもう一度6670と5528やってくれる、ええ、うん、いやもうかなりさ、いや、しつこいほどやったよ。うん、やっぱ強度が違うわ。違いますね、うん、違いますよ。 OK、 5528なんて、5528はもうめちゃめちゃ強いよ。めちゃそうですね、やっぱ、うん、この全部にで、やっぱりさ、フェラーリの時にこの実験やったけど、フェラーリのあの強さと柔らかさの感じとはまた違うんだよね。そうですね、もっと強度がやっぱあるんだよね、強度自体がね。あ、強い。強いです。あ、やっぱ5528いいわ。やっと割れても、まあ、パキッといかずにグニャッと割れたんで、そうだね、
やっぱりどちらをどう使うかっていうのは、はい、製造上のこれノウハウになるかもしれない。そうですね、うん、どっちをどういうふうに使うっつうのは、ああ僕は6670オンリーでいけるかなっていうふうに見てたんだけど、はい、ちょっと5528はやっぱ得がたいな、そうですね、うん、いやもうこっちの従来品なんてもうこれでもうパキっていっちゃいますもん、うんうん、かなり簡単に、うんうんうん、でも従来品とはやっぱり違いますね、うん、なんていうの、はい、雲泥の差だね。まあそうですね、そういう意味で言うと、もう手づかみでこうやってやっちゃうだけでパキパキいくんで、うん、そうだよな、まあ、それに対してあの6670とかはもう結構、うん、やっぱあれだろう、従来品とこう破壊テスト、比べてみると如実にやっぱ分かるだろう、そういう意味で言うと、かなり、うん、そうですね、やっとあれだ、やっぱ従来品作っといてよかったな。5528と6670を作ってよかったのですね。違う、いただいたものを固めてよかったってことですね。そうそうそう、従来品と、はいはいはい、開発品と比べないと分かんないからさ、まあそうですね、このエポキシアルミのさ、その2種類少しプライヤーで挟んで、曲げられるだけ曲げてみて、それ送っちゃうからさ、これ1個ずつしか作ってないからさ、うん、これさ物送っちゃうからさ、はい、うん、壊すんじゃなくてさ、どのくらいの強さかちょっと見てみて、うん、とりあえず接着剤じゃあ見てみますけど、うん、じゃあ、うん、さっき667からやったんで6670、うん、6670ね、うん、まずじゃあ手で、うん、でも結構やっぱ5520とは違うな、感じが、ね、うん、感触がやっぱりあれだな。強い、でも、うん、強い、いいよ、それでいいよ、食いついてます、うん、それすればそれ壊す、うん、壊すサンプルになるからさ、やっぱこれ5520とはやっぱ全然違うな、うん、5520は全然強いな、ね、うん、5528は全然違うと思うよ、感触が多分5、うん、そうですよね、いきます、うん、強い、うん、5528はやっぱ5520のその、うん、そうですね、うん、形質を全然違う、全然違う、やっぱ5528はやっぱ強度がまるで違うな、うん、そうですね、うん、やっぱまあ6670、いや見てて分かるよ、そうですよね、うん、6815だって強いもん、やっぱりこれまあ、塗布したところを擦り込んで伸ばしてるんで、で多分伸ばした薄いところが、この6670剥離した感じなんです、ね、そうだね、これ5528、じゃあそれで壊さないうちに、それ一緒に送ってやろう、サンプルで、まあ、5528、そうすれば壊した時に分かるから、そうですね、うん、多分分かると思います、うん、OK、 うん、でまたそれはさ、サンプル、はい、アルミの、うん、板持ってくるからさ、作ればいいや、はい、うん、OK、 じゃあもう一度しつこくさ、100対68、従来品のサンプルもう一度持ってくれる、曲げて、強さの感触見てくれる、こちらの3種類が従来品のやつですね、うん、従来品ね、従来品の3種で配合比はそれぞれ書いてあります、うん、配合比は一番最初は100対68、一応100対75で混ぜてくださいってことなんですけど、まあ、3つやったんだよね、そうですね、3種類作って、まあ、比重変えたもの、はい、じゃあ68、はい、次が75、はい、次が95ね、の順番でいいです、はい、じゃあその順番で少しずつ外して曲げてみてください、はい、じゃあ68、うん、その一番下でなるべく直に当てて、その、はい、このところに、うん、はい、このところに直に当ててさ、ここ、はい、なるべくそのペンチ2つあるからさ、どんな感じだか、うん、とりあえず素手でやってみたら、はい、素手でやって、うん、これ素手で爪で立つの、お結構1週間経ってるじゃん、そうですね、うん、結構硬くなってるな、硬くなってますね、うん、かなり、あ、でも押し当てるとこんな感じで、うん、ペンチでちょっと外してみてさ、どんな感じになるか、素手でやるとこんな感じですね、うん、はい、ちょっと待って、もうちょっと三脚下に下げる、
じゃあ次に。ちょっと待って、はい、もうちょっと下げる。はい。ちょっと待って。そのなるべく下に押し当てて、うん。押し当てて、うん。そんな感じでいいよ。いきますよ、うん。ちょっと待っていいよ。うん。おお。割れた。割れましたね。うん。68。うん。それが100対68ね。100対68です。うん。で、100対70いくつは ?75。うん。じゃあもう。ゆっくりでいいよ。ゆっくり、いや、ゆっくりやったんですけど。うん。じゃあ2つのあれで。ええ、うん。じゃあ175。うん。まあこんな感じで。うん。曲がりますね。うん。で、ちょっと今押し当ててますけど。うん、ああ、割れた。はい。うん、オッケー。100対75。うん、75。で、100対95。はい。うん。で、オッケー。うん。あ、やっぱ、硬化剤がこれ、多い分。柔らかめになる。すごい柔らかいです、これ。うん。で、ぐにゃって言いますよ。うん。ぐにゃ。うん、オッケー。押し当てても。うん、割れは、うん、割れはしないけど、うん、やっぱり、負荷がかかると。こういう感じでいいんだよ。そこまでやんないでさ。要は、こういう感じでさ、こう折り曲げれへんだよ。こういうふうに、うん、あのこういうふうに、うん、それはできるんですけど、うん、あのこういうふうにそれ柔らかいからいいですけど、うん、これやってみると分かる通り、うん、これすごい硬さ、これもあでもこれもいけるな、はい、ゆっくりなんだよ、うん、そうそうそう、やっぱりゆっくりやっても結局力の入れ方がさ、あのゆっくり入れるんだよ、ゆっくり、うん、やってるつもりですけど、うん、それでもなければ やっぱり、うん、あー、パキッといく、パキッといきますね、それ、うん、でも分かった、ペンチとペンチで、あの、うん、じゃあそれ蓋に戻しといて、うん、はい、やっぱり100対68が一番硬いね、うん、そうですね、100対68が、うん、で100対95って柔らかいね、柔らかいです、ね、それ、うん、HDT であれだね、あの荷重かけるとそれで自重で変形しちゃう感じだね、うん、そうですね、うん、OK、うん、はい、じゃあうん、これで、はい、66670の方から、あ、ATB6670 と、うん、100対25のやつね、はい、でそれで、増粘剤入れてないパターンのやつね、これ増粘剤入れてないパターンです、うん、いいよ、はい、じゃあ6670からいきます、うん、じゃあさっき言った通り、しんなりゆっくりだよ、ゆっくり、うん、あでもただやっぱこれ硬いんで、硬いよ、もう、うん、かなり力入れても曲がってないですね、これ、うん、ちょっと貸して、触ってみてください、多分感触が全然違いますから、感触が違うっていうのはどういう意味、さ、その従来品と比べて、うん、やっぱり全然硬さが違う、硬さは硬いよ、硬いけど、ね、これしんなり曲がるんだよ、やっぱりこうやって、いや、ただあの同じ負荷をかけた時の曲がり具合が違いますよ、うん、パキッとさ、ええ、折れないんだよ、これで折れないですね、これでほらな、ええ、折れないだろう、折れないで曲がるんだよ、こういうさ、ええ、抵抗力があるんだよ、ほらこれ、そうですね、うん、曲がってクラックが入って OK と、うん、同じ負荷のかけ方しますけど、うん、うん、ああ同じ負荷かけても、うん、やっぱりグニャーってだんだん強度が全然違うよ、そうですね、うん、強度違いますね、じゃあそれ、5528ちょっと今パキッと割れたからさ、はい、クラックが入ったから、うん、5528の方やって、はい、こっちのが強度があって、うん、5520に近いからね、かなり、うん、うん、やっぱ曲がるね、曲がりますね、うん、あと、はい、白濁するかどうか、うん、含めて、ああ強っ、ああ曲がった時に抵抗力があって、はい、抵抗力があってで割れないで、で柔らかくないからぐにゃっとは曲がんないんだよな、こうしんねり曲がるって感じ、そうですね、うん、しんねり曲がる、ほらこのとこがしんねり曲がってる、 OK、 じゃあもう一度やって、自分で感触、
そうそうそう、うん、やっぱ硬いからまず曲がんないっすよね、うん、簡単には、うん、簡単には曲がんない、折れない。そうですね、これだけ反っても、うん、折れない、うん、力入れても折れはしないです、ね、うん、じゃあ変形して、あ、100対60の従来品の、今もう一度やって、パキッと折れたやつ、うん、従来品の少し、うん、100対68なんてさっきと同じ、硬いでしょ、硬いというかさっきと同じような力の言い方したら、うん、あ、割れた、もうすぐに割れちゃうんですよ。ああ、本当だ、あ、割れる、あれだね、あの速さが全然違うね。速さも、あの、うん、もう5528と同じような力の入れ方したら、うん、もう簡単にバッキバキいっちゃうんですよ。わ、本当だ、こんな簡単にいっちゃう、うん、うん、まあちょっとか、それとあれだね、多少、割れるなんていうの、はい、音音がやっぱ硬い音がするね。そうですね、対してこれ5528なんてもう見れば分かるんですけど、あ、それ5528、あ、下に置いて、下にこのところで焦点が出てる、うん、5528もう見て分かる通り、うん、変形して反りが出、反り返ってるんですよ。そうだね、もう一度5528やって、うん、だから5528はこれが、まあ、硬強度があって、しんねり感があるんだよな。しんねり感でクラックが入んねえんだよ、入りづらいんだよな。入りづらいです、ね、あ、づらいづらいです、あ、づらい、うん、入りづらい、もうこんな、うん、6670やって、もう一度同じように、うん、6670も同じように、うん、あ、やっぱ硬い、まあ、あ、いいね、6670は硬いんで、うん、パキッと折れたからさ、多分これは同じぐらいいったら、うん、でも折れるまでのあれが力が違うね。ああ、そうですね、やっぱ強いね、強いですね、うん、で68の固めのやつと、もう一度悪いけどしつこくやって、あの、これなんかもう、こんなん、これやったら、ああ、割れる、割れる、あれだよな、あの、応力が全然違うよな、違いますね、割れやすさかな、うん、OK、はい、じゃあアルミのさ、その2種類少し、あの、プライヤーで挟んで、あの、曲げられるだけ曲げてみて、それ送っちゃうからさ、これ、あの、一個ずつしか作ってないからさ、うん、あの、これさ、物送っちゃうからさ、はい、うん、あの、壊すんじゃなくてさ、どのくらいの強さか、ちょっと見てみて。とりあえず接着剤、じゃあ見てみますけど、うん、じゃあ、うん、さっき667からやったんで、6670。6670ね、うん。まず、じゃあ手で。うん、あ、あ、でも、あ、でも、け、あ、やっぱ5520とは違うな、感じが。そうですね。うん、感触が。やっぱり、あれだな。あ、強い強い。でも、強い。いいよ、それでいいよ。食いついてます、ね、うん。そうすれば、それ壊す、うん、壊すサンプルになるからさ。はい、やっぱこれ、あ、5520とはやっぱ全然違うな。5520は全然強いな。ね、うん、あの、お、5528は全然違うと思うよ、感触が。多分5、そうですよね、うん、いきます。あ、強い。あ、うん、5528はやっぱ5520のその、そうですね、うん、形質を、全然違う。あ、全然違う、全然違う、うん、やっぱ5528はやっぱ強度がまるで違うな、うん、そうですね、うん、やっぱまあ66、いや、見てて分かるよ、そうですよね、うん、6815だって強いもん、やっぱり。これ、まあ、塗布したところを擦り込んで伸ばしてるんで、うん、で、多分伸ばした薄いところが、この6670剥離した感じなんですね。そうだね。うん、これ5520。じゃあ、それで壊さないうちに、そうですね。それ一緒に送ってやろう、サンプルで。うん。まあ、5520。そうすれば、壊した時に分かるからさ。そうですね。うん、多分、分かると思います。うん。OK。うん。で、また、それはさ、うん、サンプル、はい、アルミの、あの板持ってくるからさ、作ればいいや、はい、うん、OK。 じゃあもう一度しつこくさ、100対68従来品のサンプルもう一度持ってくれる？とりあえず、お、もう一度やるからさ、どうぞ。あ、これが、あ、100対68ね、100対68、うん、はい、でこれ従来品の100対 75, 75で、これが従来品の100対95、はい、まあ柔らかめ、これが、あ、従来品の、これが柔らかめ、あ、こっちが柔らかめ、これが中間で、そうそう、こっちが硬め、一番硬いので、これが、あ、標準で作ってる、100対75の、
配合比で、はい、やってる硬化見本ね。でこれが柔らかめの材料ですよと。でも時間を置くと硬くなるんだよな結局な、まあ、そうですね、うん、硬化して1日経った時よりはだいぶ、うん、全然だよな。そうですね、強度が変わってるんで、うんうん、じゃあそれで、3種類もう一度悪いけどゆっくり壊してみてください。結構やっぱりちょっとそれ一番固めだろ。まあそうなんですけど、うん、まあ固めの方からやっていきましょう、うん、まあちょっと個人的にかなりゆっくりやってるつもりなんですけど、うん、ただゆっくりこうもうちょっとゆっくりでいいよ。それかちょっと待って、それあちょっと待って置いて、それか要はここの短面を最初ここの短面をつまんで挟んで硬さを見るんだよ。これがこれがこれが硬いとパリッと割れるんだよ、ええ、うん。でこの短面を挟んでこういうふうに見るんだよ、うん、こういうふうに、お割れちゃう、はい、ね。でこれが従来品の100:75標準の配合比のやつね、はい。でこう挟んで、はい、こうやってこれだけで、うん、割れるんだよ。割れますね、うん、そうするとおやっぱりこう壊れるんだよね、バラッと ね、うん、それとこれが一番柔らかいやつね。でそれ柔らかいですね、うん、だからそうすると強度がこの硬化物がやっぱ全然柔らかい。ほらぐにゃっとしてるもん。そうですね、うん、100:95はもう目に見えて、うん、てかもう素手で、うん、これでね、うん、OK、ね、これでじゃあ3つは取っておくと、はい、ね、はい OK と、はい、で従来品のちょっともう一度そこのあれでいいからさやってみて。はい、わかる。やり方はここにあるんだよ。あ、これは壊れてるもんね。はい、これが従来品じゃなくて ATB6670 と5528をやってみてっていう。そう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 、これが6670ね。6670ね、OK、はい、うん、やっぱ6670はやっぱ強度が全然強いな、これがな、タンメンがな、ね、こうやってもな、はい、あ全然強いわ、強い、うん、強度がやっぱ違うんだな。でこれが5528の方ね。5528はもう全然違う。5528は強度があって、やっぱり屈曲するときに、はい、壊れる壊れ方が、はい、いきなりバキッツにないんだよね。バキじゃないですね、うん、やっぱこうしんねり、ザクツして、壊れ出してくるんだよね。そうです、ね、うん、OK。 あ、これやっぱり6670と5528はまるで違うわ。違いますね、うん、この強さが、うん、OK、はい、うん、自分でもう一度6670と5528やってくれる、ええ、うん、いやもうかなりさ、いやしつこいほどやったよ、うん、やっぱ強度が違うわ。違いますね、うん、ええ、違いますよ。 OK、5528なんて、うん、5528はもうめちゃめちゃ強いよ。めちゃめちゃめちゃ、そうですね、やっぱ、うん、この全部にで、やっぱりさ、フェラーリの時にこの実験やったけど、フェラーリのあの強さと柔らかさの感じとはまた違うんだよね。そうですね、もっと強度がやっぱあるんだよね、強度自体がね。あ、強い、強いです。あ、やっぱ5528いいわ。やっと割れても、まあパキッといかずにグニャッて割れたんで、そうだね、やっぱりどちらをどう使うかっていうのは、はい、製造上のこれノウハウになるかもしれない。そうですね、うん、どっちをどういうふうに使うっつうのは、あ、僕は6670オンリーでいけるかなっていうふうに見てたんだけど、はい、ちょっと5528はやっぱえがたいな、そうですね、うん、いやもうこっちの従来品なんてもうこれでもうパキっていっちゃいますもん、うん、うん、かなり簡単に、うんうんうん、でも従来品とはやっぱり違いますね、なんていうの、はい、雲泥の差だね。
まあそうですね、そういう意味で言うと、うん、もう手づかみでこうやってやっちゃうだけでパキパキいくんで、うん、そうだよな。それに対してあの6670とかはもう結構、うん、やっぱあれだろう、従来品とこう破壊テスト、比べてみると如実にやっぱ分かるだろう。そういう意味で言うと、かなり、うん、そうですね、やっとあれだ、やっぱ従来品作っといてよかったな。5528と6670を作ってよかったのですね。違う違う違う、もらいただいたものを固めてよかったってことですね。そうそうそう、従来品と、はいはいはい、開発品と比べないと分かんないからさ、そうですね、このエポキシ、接着のさ叩きテストやんないと分かんないじゃん、うん、エポキシだけやってたんじゃん、まあ、そうですね、そう、それと同じだよね。 OK、はい、OKOK、うんうん、OK、はいはい、じゃあこれで完了ね。はい、お疲れ様です。はい。